久保さん今回、結果の結結結ぶみたいな感じでしましょうか。まあ結果ってわかんないですよ。じゃあ今度ね、億万長者合宿の本編、3年前、4年前やった時に、億万長者が合宿に参加したら、本当に億万長者になれるんですか億万長者になれるんだったら誰でもお金払うし、僕大金払いますよ。億万長者本当になれるんですか結果保証してくれるんですか結果が保証されるんだったらいくらでも払いますよと。みたいなね、おたせいただきまして。まあ結果はわかんないです。 だからやんないんじゃないですか。<laughs> ね、<laughs> でも結果が分かっててもやらないやつもありますよね。なんか前ね、みんなの銀行ね、結果分かるんですよ。やれば1500円もらえるんですよ。1000円とかもらえるんですよ。で、やんないんですよ。で、それをね、アドコード僕言ってたら、熟長すいません。僕も最初、たかが1500円もらってもと思ってやってませんでしたみたいなね。<laughs> やれば結果出るのに分かってるのに、それぞれやんないんですよね。無理だよね。無理。 やっこうやれば1000円もらえるっていうものもやらない。そんな人がなかなか難しいですよ。結果出てないものは結果出すっていう <laughs>。まあその方は改心されたんで大丈夫なんですけど。いってらっしゃい。